乱世は打算で渡っ各あざなは文化かつて董卓に仕えていた軍略家である。董卓亡き後は長州の配下となり策を練った。炎上の戦いでは長州の参謀として曹操軍を、そしてその手腕が認められ曹操に仕えることとなった。はじめまして純友殿。わあ、噂は聞いてるよ。董卓暗殺を企てるも失敗して捕まったんだって。その上獄中では大前自着だったと言うじゃないか。彼はさぞ岩のような御仁かと思ったが、いやはや随分と繊細であられるようだ。そうですか。で、要件は？純友殿、申し訳ない。すでに知っているとは思うが、こちらは核、私とあなたで彼を監視することになったんだ。そのことを伝えようと思ってきたのだけれど。なるほど、確かに監視が必要な御仁だ。というわけだ。改めて俺は過分か、以後よろしく。なんとも釣れないね。あまり純友殿をからかわないでくれるかな。二人には仲良くしてもらわないと困るんだ。純友殿、少し話を聞いてもらいたい。はあ、困るか。そう言われるとどう困るのか見たくなるね。曹操殿、多比城は水攻めで落とすが上策。幕下殿と俺で必ず成功させます。これでどうかな。水攻めか。さすが閣下と純友。みな、この戦にて両フラを打ち果たすぞ。
なとこは潰しちまうか。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。いらっしゃい。毎度どうも。馬がご入り用で、またお待ちしてます。
城まで敵が入り込みましたぞ。玉殿、ここは策にて敵を押し返しましょう。雑魚どもを蹴散らすのに策などいらん。俺が片っ端から踏み潰し。えい、いらっしゃい。毎度どうも。防御体制を取るのだ。楽しませてくれるんだろうな。ここで防御体制を取るのだ。こんなやり方もある。敵将撃ち取った。素晴らしい才をお持ちですね。
共に戦えることを心より嬉しく思います。離せ雑魚どもが。この両方戦に縄を打つなど許さんぞ。己が不能に負う死を軽んじた。それがお主の敗因だ。曹操殿。英雄が揃っていると随分幸せな悩みだけれどね。しかし過去それでも利用し、あんた何かせいてないか。帝を戦勝する演術を打つ。全軍進め。関羽は敗れ去った。関羽の死により五色同盟は崩壊。義の安泰を見届けた曹操は間もなく病没する。後を継いだ曹丕は禅譲を受け義弟となった。郭はこの禅譲でも重要な役割を果たし曹丕の信頼を得る。乱世は義の旗のもと収束しようとしていた。そんな中郭はある人物の動向に目を光らせる。そういえば芝居殿、あんたはこの先どう動くつもりなんだ。まあ少なくとも曹丕殿が健在のうちはおとなしくしてほしいものだ。おっしゃる意味が分かりかねます。角家殿、淳育殿、淳雄殿、皆あんたのように切れ者だった。今の葬儀は彼らが描いた未来図に近い。だがあんたは違う。曹王だと高い官位を誇示しているにもかかわらず、くすぶる野心を感じるんだ。あなたも私と同じ宮廷での地位にこだわらない方だと存じております。俺はそもそも後進、そのあたりには関係ないよそ者だ。だからこそ見えてくるものがあるんだよ。あなたのような方がいる限り葬儀も安泰です。この国の軍師はただ者じゃないやつだ。